常に躍進と変革が求められる北海道のビジネスシーン。そんな時代を切り開いていくトップの素顔に迫るビズコム北海道。お話を伺うのは日本タバコ産業北海道支社長遠山久志さん。地域社会への貢献活動などについてお聞きします。日本タバコ産業北海道支社、タバコの商品紹介や販売などの営業活動に加え、分煙環境整備やマナーの啓発などを通じ、吸う人も吸わない人も心地よい世の中の実現を目指しています。ここ北海道へいらっしゃったのはいつぐらいなんでしょうか？2016年に札幌で勤務をして、はい、でその後3年ちょっと勤務して違うところに行って、またこの1月から北海道に戻ってきたという感じですね。戻ってこられたんですね、はい、最初に北海道にいらした時の印象ってどんな感じでしたか？まあ、本当に1月に来ているので、まあ、単純に言うと寒い、雪寒い受け入れてくれる人が非常に多いので、非常にありがたいなというふうには思いました。現在の役職に就かれるまではどのようなお仕事をされてきたんでしょうか？入社時は営業に配属されまして、はい、その後はプロモーション、あとコミュニケーション、そういったマーケ系の仕事にだんだんついて、はい、2008年に、まあ、ブランドの仕事としてセブンスターを担当させてもらって、また営業に戻って、まあ、各全国を転々としながら北海道に来たと。今 JT が注力されていることというのはどんなことですか？地域社会の貢献活動としてリシンクプロジェクトという名前で、地域の皆様と共同しながら取り組みを今進めているところです。例えばどのようなことでしょうか？市民参加型の清掃活動として、はい、拾えば街が好きになる運動というのを展開しています。まあ、これは広町と呼んでですね、通称広町ですか？そうですね、広町という呼び方で、まあ、北海道の多くの方に参加いただいている活動になります。今年の4月の9日に札幌市様と周辺の企業の皆様と共同企画として地域参加型の札幌広町プロジェクトというのを開催しています。札幌プリンスホテルの周辺から大通りを中心に清掃活動を実施しています。街が綺麗になりますよね。そうですね、札幌プリンスホテルさんが G7 の会場だったっていうのもあるので。そうだ、あの時すごかったですもん ね、まあ、その前に、まあ、来賓の方々を綺麗な街で迎えようみたいなところの思いというか、それをきっかけで、まあ、この企画自体はスタートしているといったところもあります。また6月には北海道庁との共同企画による海づくり大会開催記念、拾えば街が好きになる運動も開催。海づくり大会とは、水産資源の保護管理と環境保全の大切さを訴え、漁業の振興と発展を目的に毎年全国各地で開催されている全国豊かな海づくり大会のことで、 JT も応援しています。さまざまなですね、ステークホルダーの方々と、まあ、共同してそういった活動を推進していこうというふうに考えています。一例としてはファイターズスポーツ&エンターテインメント様とパートナーシップ契約を締結して、まあ、皆様に楽しんで参加していただけるような企画というのを今検討している最中になります。LGBTQ プラスについての取り組みも積極的に行っているとお聞きしました。 JT では、まあ、異なる背景とか価値観というのを尊重して、まあ、違いに価値を見出すといったことが、まあ、企業の持続的な成長につながるというふうに考えてますので、そういった取り組みも進めています。で、まあ、社内の制度みたいなもちろんなんですけども、そういう、まあ、多様な価値を認める、そういった風土作りといったところにも取り組んでいます。そういう取り組みを認めていただいて、プライド指標7年連続で最高位のゴールドというのを、受賞させていただいてます。また札幌市のですね、LGBT フレンドリー企業というのにも JT は認定されています。さらに札幌市男女共同参画課などと協力し、札幌市内の企業同士で LGBTQ プラスと多様性の尊重についての意見交換会を開催しました。JT が運営するプルームショップ、街中のくつろぎ空間として人気ですよね。
ありがとうございます。タバコを吸われない方もですね、快適な空間でおくつろぎいただけるということを目指してやってますので、道内の企業のとコラボレーションをして、限定メニューを提供したりとかですね、そういった取り組みをしています。8月からですね、厚岸ウイスキー様とこちらとコラボをして、ウイスキーと限定のフードメニューと週替わりで提供するというのを8月に展開する予定です。すごい、いろいろあって面白いですね。そうですね、そういったことも通じて北海道自体に貢献していくということをやっていきたいなというふうに考えています。社長にとっての仕事のやりがいとはどんなことですか？いろんな方々と接触をしたり、いろんな方々と会うこと自体も楽しいんですけども、やっぱりそのメンバーと話をしていく中で、日々その成長していったり変化をしていったり、そういったことが実感できるというのは大きなやりがいになっているというふうに思っています。最後にテレビの前の皆さんにメッセージをお願いします。はい、私たちの活動は本当に北海道の皆様に支えられているものであります。北海道の皆様にお答えできるような活動というのを取り組んでまいりたいというふうに考えておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。